Thank you.
梶川殿、恐れ多くもご勅使に対して御台所よりお礼言上を申し上げられるがごとき大事を何が故に直々にこの吉良上野介にお尋ねくださらぬか。匠の神殿に何分かり申そうぞ。は、儀式典礼の恩職に任ずること44年のそれがしを差し置いて匠の神殿ごときになぜお尋ねあった。は、匠の神殿はご折半役とは名ばかり、晴れの恩行事、竜影の恩儀式など務まり妄想御人ではござらぬ。これまでにお役に立たれしご諸侯も数多くござるが、かほどまで無知無作法な御人は一人とてござりませぬ。今日は上様ご勅と大切なるご勅使ご折半結びの一日、すでにご勅使もお上がりじゃ。上様ご勅等の恩義済ませられなば、その上それがしより直ちに申し上げる。今日の儀につき存じよりあらば相正すようにと上位によって我々病人まかりました。ご情報によって言葉を改める。その方に今日お場所はわきまえず上野介と相当に及ばれたのはいかが心得てのことなじゃ。恐れ入りました。自分の申し開きもござりません。神へ対したてまつりではいささかのお恨みもござりませれど、私の仕組みをもって全盲をお客つかまつり、格は人情に及びましたりしたい。上野介を討ち果たす心であったのか。
でした。残念に存じます。この上は御大法通り、私の救いと申するは、この場に至りましてはもはや何事も、ただ残念の光月の助を打ち損じ取ること、朝でにござります。情報通りお仕置きを押し付けられますようお願いあります。受ける覚えはございません。あの物音、浅川君、卓にはない。それ、ご用心。いや、もう、何や何やら、全く乱暴しごく。卓の神、来賃の帝と見妄想か、鎮ずる気用もございません。して、そこもとは、お手前のお刀に手をかけないか。これは、お役の言葉とも覚えませぬ。いやしくも儀式典礼に任ずる拙者伝中と申し、ことにお直視接待の今日のお儀式、大切なるお場所柄と心得、急ぎ匠の神の乱暴を避けんといたしたるため、かくは背後にまで手傷を被ったるし。さてさて、神妙なる致され方、ご勝利、痛みる。申し付けのことは、ご尊上の身にお顔常ならず存じましたゆえ、御用も住み遊ばされなば、早うお入り遊ばすよう申し上げたところ、苦労の役目も今日限りと寂しいお笑いであった。ほどのご否定の時刻でありましょう。思考をしてお心を晴らし申す工夫じゃ、皆も心得てじゃろ。はいはい。ただいま思ってより、申し上げたき節あるよしにて、堀部屋兵殿、片岡源五右衛門殿、お広敷までまかり入れられました。何事、何事でありましょう。殿には殿中松の廊下に平光月之助殿に人情に殿中に及ばれました。
104年の宇野の準備課長、つぶさにご老中に申し上げたるところ、ただいまご下知を下された。上野の船員、御場所柄をわきまえ手向かいいたさず、心病の至り。御医師、吉田医案に服薬を仰せつけられ、下療は願いのまま、栗崎同友の領事を受け、随分大切に御用いたすがよい。耳につき、公儀同薬の者差し添い、勝手次第退出いたしまするよう仰せ渡されてあった。はあ、浅野匠の紙に、先刻、お場所柄をもわきまえず、自分宿意をもって、吉良上野介に人情に及び候を断む不届きにつき、田村右京太夫にお預け、その身は切腹仰せつけられるものなり。はぁ、あ、待ちくださいまし。簡単の仰せ渡されながら、しばらくの間ご返答をご猶予を願い上げたちまつります。門伝八郎、一条件で申し上げます。浅野身柄を田村家へお預かりの一条のほかは、私におきましてはお受けいたしかねまする。ご裁断を願い上げます。何と申す。最前も、同役一同より申し上げるごとく、お上取り魂に対した組の神の作法、いかにも神妙に存じられます。神に対したてまつり、いささかの合並みもなく、自分一個の救いをもってうんぬんと、自由が急まで侍として潔き返答と聞きました。申しても匠の神は五万石の大名、今日のお預け即刻切腹とはあまりお手軽なる仰せ渡されようかと存じます。お門伝八郎を昇進ながらご政治ご金身の端にも預かりまする以上、ご政党のお手抜かりをそのままにお取り次ぎいたしかねます。ご政党のお手抜かりだ。匠の神とて五万億の加盟を投げ捨て、今日のお役目かつはおわし柄を忘れて人情に及びましたはとて乱心にもせよ。吉良上野介の方に落ちわしと申されますまい。侍は侍らしく指導をもってお裁き願わしを存じます。上野介の介に対するご勝利は無法の牢籍を受けながら、天中のご作法を恐れて手向かいいたさず、対等に手もかけざりしいたし方が、いかにも神妙にお示されたのじゃ。余が二人はすればつまらぬことが御意にいるものでござる。敵に面体を切りつけられても、ただうろうろと逃げ去るばかり。我が対等を抜き合わす気力すらなかったを、卑怯者臆病者と詐欺しむは我らの誤り。なるほど、吉良殿は殿中を恐れ、お座所近きをはばかって我が刀に手をかけなかったものでござろう。それにしても吉良上野介之助と申す御仁は、侍としては風上の桶の人でござる。お門いい思い、楽思い、後を思いず、先を憂えるその損得の身が先だって、侍としての性根を失っておられたと見えます。おかにご養生において、今日の僧と、匠の神の来信、匠の神の人情に決せられたるご模様なるが、お役の下りを門伝八郎、軽々しくご同意はいたしません。天下か人情か、西王のお取り正しあってしかるべき場合と存じます。せっかくの申し立て、かつはもっともなりと思われる節もあるが、もはや柳沢美濃の神殿のお耳にも入れ、ご決着に相なりたる上は、偏愛も相なるまい。お手前の申し立ては、我ら両人において聞きよう。もしかして、柳沢美濃の神殿ご一存のご決着にござりますが、なおもって申し上げねばなりません。軽く詮索はいたしませぬが、柳沢殿は吉良上野介殿と当時ご内縁続きがあるように承知しております。あまり肩落ちなるお仕置きありでは、土佐の大名どもの存じよりも恥ずかしゅう存じまする。柳沢美濃守様に今一応のご支援を願いまする。お待ちよ。
下の政治に二つはない。いや、天下のご政治に二つなければこそ最初のお裁きが大事。いくとなりともご変なりあって天下に正しき政党をお示しあるべき所存にはする。家の者より申し渡せる上々だ。観察の者において再現にとどまる言われはなし。仕切って申し立つならばその分にわかんぞ。仕切って申し上げます。天下ご大政のために申し上げるのは注意にござります。大神様に手前に申し立てお大事に出会い。いいじゃな。ご政治の弟子は美肌の尊厳であることではない。申し上げます。お大事に出会います。見合いまし、お立ちに願います。見合います。お取り次ぎお願いあります。な、ね、見合います。お取り次ぎお願いあります。な。お門様。甲府中納言様よりのお言葉にございます。元和の演武より70年、世は太平に慣れて侍心地に落ちたる時、今日その方の振る舞い武士の本分にかのなとよ忘れおかぬかように申し聞けよとの仰せにございます。貴殿ご一存をもってよそながらのおいとまご用意でしになりましたる次第、浅野家家来片岡源五右衛門に申し渡したるところ、事の深ありがたがりこの御恩決して忘却いたさるとのことでございます。いや恐れ入ります。ご家来の心中察しております。尋ねまいった。
殿様、田村邸にて、かのお時刻にございます。
ござるぞ。 ただいま早めのもの立ち返っての中心に大臣のお部屋がほとなく到着でございます。承知だれだ。わからんか。これは総右衛門殿の大石左衛門殿の方存じられます。総右衛門は自身のお部屋。
相違ないな。 風誘う花よりもなお我はまた春の名残をいかにとかす。
蔵之助様とはいとこ同士の続き柄とは申す。年も身分も違い、ありようのお尋ねもなりませずが、家中心ある方々は蔵之助様ご決心をひたすらお待ちかねの模様に見受けられます。私の夫牛尾田又之丞などもその一人にござります。夫も私などは何も明かしてくれませず、何事も分かりかねますが、ただ一つ私の目にも見えますることを、身を細らせ心をつからせて大事な知らせを待っているように思われます。その知らせを待って夫の心が決着いたすのではなかろうかと考えております。
事の知らせと申しますと。それが私にも分かりかねます。京都お留守居役小野寺十内様、宿より早船を仕立ててのご到着にござります。十内殿。はい。京都より早船。はい。京都へはいつ聞こえました。公儀より次奉書にて18日に持つ半時知れました。京都小評判を。蔵之介殿、何よりまず殿様ご尊礼にお聞かせ申し、お喜びを申し上げたいことがあるのじゃ。まずもってお直心にたたれし柳原権大納言様、高野権中納言様、それよりお大臣家主役様のお玄関を回り、主人浅野匠の高見こと、この度江戸表において異謀ようなき武作法の次第、家来一同より謝り立てまつる。お式台に座り野の髄を砕いてひたすら詫び申し上げたるところ。蔵之介殿、諸家中お申し合わせありしごときご工事をにて、宗敵自楽法助之助を打ち漏らしたること不憫不憫、家中の心地を察し入ると痛み入るほどのお悔やみでござった。では部長法のお憎しみもなく。まだあります、蔵之助殿。申すも、もったいなきことながら。京都御所のうちより、匠の神、一年達せず、不憫なりと。御噂を、漏れ受けたまわったものがある。この度匠の神長範の部長法を実もってカロカラぬ罪にござります。たとえ遺書ありとて遺言ありとて、お直使に対する無礼は無礼、大不敬の罪に問われましても一言の申し開きなき場合、それを京都
御近中より漏れ受けたまわる御噂、お追従地苦行様方よりお悔やみのお言葉、これにて匠の神救われました。家名の断絶惜しいことではござりません。所領53,000石嘆くことではござりません。万一京都府警の罪に問われれば、浅戸匠の神長則は平成末代身の置きどころなき直感のみ、我ら家中一同と日本国中にかがむところなき不敬の罪に服さねばなりません。いかに焦り願えばとで、匠の神無念の仇討ちはかなわぬ義にござりました。それ一年達せず不憫なりと言われました。救われもして、この後京都へ帰り、御所御門外白砂の上に知れ伏して、よそながらなりと匠の神はじめ家来一同の御礼を申し上げられた。頼みます。滅びました。いらっしゃれ殿、お主らいつのご来と。我らただいま着と。源五右衛門殿、お帰りなさい。江戸に帰られ。行こうまで食べたのじゃ。本国総会中は皆越し抜き、話になる者は一人もいない。我ら何のためにはるばれ江戸より駆けつけたのかわからん。ご家老様ご支援を。それが定まっているぐらいなら文句はないのだ。さあ帰られ。我らも江戸に立ち帰り、我らの身にて寸志を立てるつもりだ。ダメだ、ほい、ほいで帰ったらな。いや、お構いください。八十歳も話が、まあ、私の言うことに。いや、しかし、どうも。今聞いた、いちいちもっともに。しかしこの度のことは八分一等心のお席が寛容なのじゃ。それゆえまず今日最後の症状を見届け、その上のことにしてもよいではないか。いや、見届けるようもござらん。いや、それ待て待て。駐在門、あなた様はご家老が右の腕と頼まれるお年寄りへお尋ね申しますが、本国においては何をもって浅野家最高の儀など公儀へ嘆願なされたのだ。お家最高、それは事実でございます。そのご進呈を受けてまいり、それをご家老がご志願最中なのじゃ。もはや志願の時にござるまい。駐在門殿、我々がかくはるばる駆けつけたら何故と思われる。この後たちは殿のご商売を無念とは存じられんのか。そりゃ弱いでも、なお義の余心などないではないか。東伯皇女はいかまいなりまするか。事の公儀お明け私にござりまするか。それが今日の症状次第、今よりいずれとも定められぬ。お殿様には我らを江戸詰めの者と侮り、ご進呈を打ち明けくださらんか。決してさようではないが、何分重役の意見さえ二派に分かれ、今のところ一決の真意が立たぬ次第なのだ。一決のご真意が立たぬと申して、お城受け取りのご城主の軍勢は君座間に迫り、ご公儀お目付衆の到着も今明日打ちと定まっている。それにてもなお一決のご決定は立たぬのでござるか。立たぬのだ。そうえんの様、こなたお早に立たれて今日が日まで、この阿公で何をしておられましたのじゃ。我ら宗右衛門様がお早に立たれると聞いたとき、宗右衛門様なら我ら江戸の者の志をお国表の方々に伝えて、きっと公儀ご政党の片討ちを世情人心に知らしめてくださいよ。そう喜んでお見送り申しましたのじゃ。それに来てみればこの、分かってる分かってる、今
今しばらくお待ちなさる。ことはそうたやすく参るものではない。本国には本国でまた事情があるのじゃ。我が身かわいの事情でござろう。もし言葉が過ぎるぞ。これが見えぬか。いずれも一節ずつ秘蔵の脇差しを携え、浴衣を一枚ずつ用意して、親子に生き別れ死ぬる覚悟で参られたのじゃ。お主たちばかりが忠義ではない。国表の者とて忠義に変わりはないのじゃ。塩原か先はそれでこう殿の無念が晴れると仰せられますのか。天下の物笑いになるだけではござらんか。安部、残念にございます。吉良殿のお屋敷では殿ご切腹以来、直ちにご本家お手伝いの家中ともども150人余り、毎夜根津の晩にて屋敷を警護いたしおると聞きましたが、これは何故のご用心でございます。たまたま我々が市中を徘徊いたしても、我々はその家浪人と知る者は今宵も吉良屋敷へ乱入いたす者のように頼もしげに見送っております。150里離れたお国元のおのの方の領家を知らぬことながら、我々としては所詮このままには済まされません。ともじゃ。だがこの際の決断は何事も大石殿一存にあることにて、偏りとこを申すべき筋ではない。万事蔵之助殿を信じてしばらくお控えなさい。いや、安部は信じられません。我ら赤穂到着以来四五日の間にさえ猫の目のように知らぬ勘告かろう。安部は信じられません。出したか。ひと月の間にお奴れなされました。わしよりはそなたが痩せたぞ。あまり心を使わぬがよい。改まった姿で何事。本日最後のご評定の次第によりましても、これが一生のお別れかと存じます。父上、伊関徳兵衛殿お参りにございます。徳兵衛が参った。達者でいたのか。参ったかな。蔵之助裁量せずばこれより城内へまかいこし、琴の様お位牌におかけあいたすなと玄関に突っ立ち公正に罵っておられます。生まれつきの傷い者。わしと同年幼少よりの友達だが、いつとても喧嘩別れじゃ。定めしまた憎まれ口を聞いたであろう。蔵之助は腰腐れ男じゃ。お身を吸い出さずば腰が立つまい。吸い出しの妙薬に津和武器三枚当座の土産だと申されまして、紙に包んだ吹きの葉を差し出されました。キャツらしい口上だ。父上、うん、ご城内は通れませんのか。まあ待て、ここの機内と首都圏かまかのうちは祝ってご城内は通れぬ身じゃ。機内。徳兵衛、わかるかこの面、わかるか。一旦捨てた御城下へ何を割ってきた。何用だ。主家の大変そのままに見ていられると思うか。帰れ。今はその朝の気はないのだ。里我れ籠城の決心はないのか。この刈谷の城
軍へ引き渡す気なのか。大体1500石何のために食らった。一家中の束ねとなりお留守居を受けたまわるその方が、渡すといえばお城を渡すか、どけといえば箱を退きか。どかねばならぬ時はどきます。それはいずれ今日の祝儀番に決するであろうよ。家中にはそれぞれの人がある。ご換気者の差配は受けぬ。おのれ聞きめよ。そらあなた伊勢木のご僧侶か。はい。門左衛門と申します。何歳になられます。17歳でございます。いつ元服なされた。はい、在所小島よりこれへ駆けつけまする途中、福川の掛け茶屋にて髪剃りを借り、急に親父様に出会って男になりました。まさかの時には浅野家のために死ぬこと。私幼年の頃より父徳兵衛の提金を受けております。ご家老様、父と共にご城内をお通しくださりませ。父は長々老老の身ながら、今もって陸に仕える心はございません。お願いでございます。潔い言葉じゃが、蔵之助は取りません。こなたたち親子を城内へ入れることはならぬ。やはり在所小島へ帰り、小さくつぼみながらも名護をこなたの世を送ってくださいな。しない。おちに申すのではない。このせがれ殿に言うのじゃ。この姿にて駆けつけてくれた親切、蔵之助身に徹して嬉しく思う。仮に老女を接戦いたすにしても、阿公お家にては追放の浪人たちまで引き入れて、ご公儀ご上司に背いたと言われては、お殿様の本だ。一家中の者の恥辱になります。お言葉のならご家老様、私今蔵之助が申したことをよく了見してくだされ。来ない。ご城内へ通るぞ。ならぬ。通るぞ。ならぬ。通るぞ。ならぬ。十郎座、片岡、そちたちも下校なされたか。はい。ご家老、お尋ね申したき儀がございます。御敵光助殿、木津所平勇文明の今日、何が家のお家最高ご嘆願にございます。ご本心をお打ち上げくださいと存じます。それがしの本心。はい。お家最高のことが、きつうこなたたちの機嫌を損じたようじゃが、殿様ご誕生によって取り潰されたるお家を、我ら家来の者が打ち寄って再興するのは忠義の一つにはならぬのか。決して、決して忠義ではございません。待てな。主君匠の神にならぬよ。乱心者でも違いでもございません。すでに殿中において小さな棚に手をかけるとき、浅野家滅亡は承知の上でございます。浅野家滅亡にも買い難きご鬱憤があればこそ、抜き難き御馬鹿せも抜かれたのでございましょう。この上はただ一年、そのご鬱憤を散ずるよりほか家来たる者の務めはございません。殿様、ご立中の際のお言葉に、血先一二寸短くして
小助之助打ち漏らしたのが残念なりと、お楽に遊ばされしと申します。このお言葉をいかがお聞きなされます。ご家老様、ご舎弟大学様がもし公儀のご恩命によってたかが一二万石の小大名になられますれば、それで人仲がなりましょうか。かたい小助之助様を打ち果たしてこそ初めて大学様世に立って人仲がなると申されましょう。嫌でござる、嫌でござります。たとえご公儀より大学様へ日本国全体に空天竺を据えて賜ると、終的吉良小助之助をこのままに置くのは嫌でござります。嫌でござる、嫌でござります。ご家老、ご本心を受け止まります。この場にいては申し述べかで。何とおされます。今日最後の表情を前に、家中にめいめいまちまちの議論あっては、蔵之助の最後の思案は申し述べかね。善にせよ悪にせよ、必ずこの蔵之助の申すことに一味同心くださる決判を拝見いたした。申し付け通り取り運んだか。は、城間の方々一名残らず連番終わりました。総人数は51人にございます。浅野家最後のご恩を定める人数は51人に過ぎませんか。助様が申され、そなたたちも正式決判。少しご思う胸あり、後に願います。よしベイド、私はでは中老女、私は江戸立ち返りを急ぎます。この精神は差し合いかねます。では野田優さん、私は思惑がない。天と私の松之丞様には今頃御父蔵之助様とご一緒に立派にお腹をなされた頃かもしれませんな。我らも同じ侍の子に生まれ、同じ心なら松之丞様同様ご城内へ住む侍らしゅう美目を飾って死にとうございます。それを言うな。短気者、愚か者のせがれと生まれれば是非もないことじゃ。泣けばとて今さら俺が分別者陶製者に生まれ変わられようか。バカめ、いつも言う通り、俺の子に生まれたのが己の不運。諦めろ、諦めろ。お城明け渡しの期日も明日明後日に迫りて、躊躇を許さぬの時と相なりました。しかるに家中の人心は日一日と離反いたし、家中300人のうち今日ただいま最後に頼む決死の人手はわずかにこの54人に過ぎません。その中世無二の物語に手前心中の秘密も明かさず、一味の欠板を強いましたるは甚だ圧倒がましき処置ながら、いかんともせんすべもなき時節到来と存む。ついては難題ついでに今一応の無理難題をおのおの方にもご特進くださるよう改めてご相談いたしとう存ずる。今一応の無理難題というは、ご一同には今日ただいま限り当城内を立ち出てご城下御臨時までお引き上げ願いたいことでござる。第2問はご公儀ご政道の是非に関しては今後固く口を閉じ、批判がましき言葉を決して口外されぬこと。
第三にはおのおの方の小子身体は以後全く蔵之助にお任せくださるようご誓言が見とうござりまする。この際一心を投げ打ってご上司に反抗することは敵に似て安い。お城明け私を拒めば公儀の御勢は我らを責めて城内の者は一人残らず討ち死にするばかりゆえことは至って軽う済む。しかし標準を第一としてお城を明け渡し、しかも一節を守って最後の志を曲げぬことはそのこと容易に見えて実は固い。男子の御差をなくしては遂げられぬ難事と思う。蔵之助ただいまの存念はただ屋敷を捨てて敵につき男子として謙遜の道を歩みたいと思う。ご命名のご進呈いかがいかが、ご服蔵なく受け止まりたい。推算ながらお尋ね申します。我ら一同流浪の浪人となりましても一年はただ吉良殿のご存じを忘れかねます。この身は言うまでもないこと。吉良殿ご存じを忘れぬはお殿様ご生涯をつかの間も忘れぬと同然、吉良殿ご存じはあくまでも忘れませぬ。助右衛門結伴に加わります。ご家老安部も連敗を加えのこと願いあります。私も正式結伴つかまつります。私も差し加えさせていただきます。これにて一同残らず何事も大石殿次第少子殿にお任せいたします。一同依存なく蔵之助にお任せくだされまするな。の上は何事も後の時節めいめい物静かにご退出あられましょう。そ代々通い慣れ朝夕見慣れしお城のうち襖の絵にもお庭の木にも世の名残は残るべし、我らも見納め、おのおのも見納め、静かに名残を惜しまるるがよい。
疑問があるのである。蔵之介、我と俺とガキと、輝きを増すはお主の組織、必ずともこのまま退きんだ貴様では、何か一足先に立つせがれへんやん、聞かしてくれ。御身ご贔屓の吉良恵乱に臨むのは、不正道に批判を加え、御身ご大宝の片落ちを天下に向かって非難することになるのだ。早く言え、耳が遠くなる。蔵之介は御身のご政道に反抗する気だ。それでよし、先へ行くぞ。あとを頼む。やがて行くぞ。道草を食うな。蔵之介、ずくめのご馳走に預かりました談はありがたく存じますが、肝心のご家老のご帰宅がなくては、とっくりと腹の口くなるようなご馳走話にはなりかねました。これらは江戸表十七人の総代として当山科へ下校を捕まっておるのも基本か、島原場下口町から存ぜぬが、いつづけのご家老を訪ねいたし、口づよりご所存のことを受けたまわらずには頭や足は向けられません。吹橋、はじめから江戸仲間にてことを進めればよかったのか。兄弟より家老という不在は恩子の何前を忘れたのが我らの誤り。まあ何事も入れ替えた協議次第だ。もうこれっきりお目にかかれるかもしれません。随分とお体をお答えです。はい、はおい、私の女房などお二方を父への元へご案内できます。頼みます、頼みます。
まりましたか。苦労申しますよなれど、やはりお里方旦那様のお示し通り、当大石家よりは暇を取り、田島の家へお帰りなされるが、諸分別の存ぜられます。田島より使いに立ちましたら、私はともかく江戸の同志の方々を三日も置き去りにして、言うとおざんまい、もう耐えて蔵之助様ご神体の見切りもつきました。この老人はあなたのご誕生の年、石塚警報校つかまつり、この目であなたのご成長を眺め、大石警報校仕入れの節は田島より白鵬まで、お行列の最良の役をも受けたまわりました。あなたのご不幸を目の当たり見て、このまま立ち返ることはできません。どうあっても僕にもとへお供いたすつもりでござる。お子様方もともとも田島へお連れなされません。それならば心飽きなく東京たちのことができましょう。私は蔵之助の生きてある限り、大石の家を出る心はもうとありません。世間百万の人がどのようにそしり、ののしろうとも、妻の身といたしては、夫は死に、夫の道を共に歩むよりほかの、我が世があろうとは存じません。おなれ一人の陥落に、家も妻子も顧みず、忠義の心も忘れ果てたお人でございまするぞ。今も見た世間のどなた様もご存じなき夫の姿と申すものがあります。その妻の目に映る夫は、それほど根から生えた放らつ者とは思います。知らねど、身を細らせて苦しむ一時がある。そのために心にもなき放らずに身を崩している節がないでもあります。打ち明けてはくれませずとも、夫の苦しみを我が苦しみとし、同じ屋根の下で共に苦しみと思います。どうかもうその話はしてくださるな。田島の父にもそのように申し伝えてくださるよ。頼みます。蔵之助殿には、ただいま近衛関白家諸大夫新藤殿が急用にて参られた。お御たちはしばらくここで待っていただきたい。その糧もなき老老の身に大志を植えたってどうしもあれば、かよ結婚に酒を飲んでいられる個人もある。やはや命をまとのかのことなど嫌になるのも無理はないで。
た。これ、蔵之助。何度この年寄りに足を運ばせたか。身の主人、この井三白様のおぼし召しに従う気になるのじゃ。父様を召し抱えたちおぼし召しが決して浅いことでないの。もう分かりそうなものじゃ。おぼし召しの段々、こちらもまたたびたびお願い申しましたるとおり、滅亡の宗家の前途を見届けず、この家お家にお仕え申しては、夫の家中が立ちませぬ。しばらくそのお話はごめんそうらい、ごめんそうらい。おい、女ど、酒じゃ、酒じゃ、城前行って酒盛りじゃ。おなごども遠慮いたせ。主家の前途というはかねて御舎弟大学様をもって願いである朝の家再興のことか。実はの今日関白様のお申し付けに朝の再興のこと姫君様ご縁家先なる甲府中納言様へお頼み申し、直ちに将軍家のお膝に座り願いでくださるよう我ら江戸表使者に立てとのことなのじゃ。お前様が江戸表。なさようじゃ。こなたも知っていようが、甲府様はほどの西の丸へおいであそばされ、六代将軍職をお継ぎなさるお身分のお方じゃ。大学様細工は一も二もないじゃ。大石家と我が神道の家とは血の混じる親類続きじゃ。そなたほどの治療人を親類の一人としていつまでも浪人で暮らさせとうない。せっかくの関白様のおぼし召しに対し親類のわしが立つ瀬がない。中々江戸へまかり下って大学様最高のことを願ってくるつもりじゃ。のう、浅き復讐などとあまり物を窮屈に考えぬことじゃ。この世はあまり堅苦しい考えのことじゃ。今日は四条の芝居から酒が続いたせいか、どうこの辺りが苦しいようじゃ。よいか蔵之助、約束したぞ。朝の永遠の再興が叶ったら関白様のおぼし召しに従いよ。甲府中納言様が公方様に願い入れられた後、万が一にもそちたちが騒ぎ出すようなことがあると、甲府様にもこの永遠にも一方ならぬご迷惑がかかるぞ。これだけは忘れるなよ、忘れるなよ。よいか、年寄りの親切決して忘れるなよ。わしら、おじ殿。どうなった？聞きましたぞよ。ただいまの指示を聞きましたぞよ。江戸の安兵衛だ。竹林ではないか。ただいまの手たらく、あれはご本心か。この絵関白家とやらに叱るなさる気か。お手前の暮らしたい方は同志五十四人を少子の境に迷わせる気か。わずか一年になるやならずで殿のご無念もうお忘れか。竹林、もう言うな。酒と女の浮世元がこれほど性根を腐らせたのか。事の煮背き同志を欺く、何がご城代だ、何がご家老だ。何を言うまいと申す。大石殿、我ら井戸
題としてわざわざお尋ね申したのだ。この絵は各々において志を遂げるばかり。我らはご起点のご安穏なるご一生を祈りましょう。さあ、彼を通し。俺はこのままじゃ腹がいけ。何も言うなと申す。お育て申した殿様じゃ。去年三月ご切腹の知らせ、誰よりもこの父の心に痛かったのじゃ。仇討ちを遂げんがための阿公会場の御舎弟大学様をもって浅野家再興のことを公儀お役人にまで願い出たのじゃ。もとより将軍家に侵せられては匠の神をお憎しみのもなかゆえお聞き入れなきは承知の上、はかりかねるは世の人心じゃ。世間の人気が次第に阿公浪人に集まり、道中筋の馬方先導まで浅野様愛し吉良殿憎しと流行り歌にまで疎うそうに、父の心が痛み始めたのはこの頃からなのじゃ。公儀お役人でも世間の人気には勝てぬ。先ほどお城受け取りのお役大目付荒木十左衛門殿より、浅野家最高の嘆願はご老中方のお耳にも入れた。力強くご守備を待てとのお手紙があった。父は念願の腰を打たれ一時に戸胸をついたが、こちらから願うたこと言え待てと言われれば待たねばならぬ。またその噂にご親類方もこれは捨てておけぬこととお役人中をご奔走中とのこと。それのみか、今ほどはまた父の心もお察しな。この絵関白様までが手から漏れたしとしずくの水がもはやわしの力では防ぎきれぬほど大きな水のうねりとなってしもうた。大学様のことを言い出したのは一生の深く、
返しのつかぬ早まりであったのです。父なら大学様ご再婚ならぬ父方もお屋敷松之丞、それがなるほどなら父はかほどまでに苦しみはせぬ。こちらから願い出ておきながらそのご処置も待たず吉良お屋敷へ乱入いたすとはあまりに天命を恐れず運命をもてあそぶというもの。それでは天地に恥じぬ復讐とは言えぬ。今はただ時の歩みを眺めて大学様ご処分を待たねば。あ、一別以来のご挨拶はごめんこもります。この度お舎弟大学様去年3月ご大変以来のご閉門を遂がれ最優三千石はお召し上げご本家浅野様ご在所広島へ長野お預けのお世話とされお受けなされました。さようか。押し込めのご沙汰は大学様に本家のご在所広島へ長野押し込めのご沙汰が下りましたか。さようか。これにて我らの週刊の神最高は全く望みが耐え果てました。この上はかねての存念一日も早く本懐を晴らした。そうそうご出府をお待ちいたすと江戸は一等の申し状にござります。今日まで蔵之助の所業おのおの方にもさぞや不埒千万と言語道断とも思われたことであります。それより直ちに江戸表へ曲がり下りましょう。ではお下り下されまするか。はい。秀水の方の不幸不幸せを喜ぶわ。手の他の不所存ながらこれにて殿のご無念を蔵之助殿。はい。この上は門敵吉良上野介之助殿たとえ上杉15万石を後ろに切るとも何の恐れることはござりません。
の儀がござる。陸、特段中じゃ。いやいや、もはや我らにはご遠慮なく。さようか。では。何事？突然ながら先頃中、田島豊岡の父よりあなた様ご未定ご放らず、とのご無念のご最後を忘却の様今後どうだ。大石の家を離別されて立ち帰るよう再三申し越しております。今日よりご縁切りのこと、私よりもお願い申し上げます。そうか、里へ帰りたいというのか、田島へ産んでくれるというのか。はい、松之丞大石の総領家で暇ありませねと、吉千代宮の二人を田島へ共に連れて戻りとうぞ。それまで考えてくれたのか。吉千代は体も弱い、行く末は出家でもさせて我らの菩提を。いや、体が弱うて武士の務めはなるまい。はい、それにそちはただの体ではない。田島への道中くれぐれも気をつけてな。
1064年かのとみ春3月江戸城において播州赤穂の城主浅野長典大家衆吉良上野介へ遺書くれあり人情に及ぶ。しかるに長典は即日切腹所領を没収を仰せつけられ上野介はお構いなし。すなわち急を聞きて家中大いに転倒。ここに家老大石蔵之助よく祝儀をすべ諸藩の事情を洞察し密かに決死の死を語らい復讐を明約して赤穂を開城する。たまたま蔵之助が開城の口実として幕府に嘆願したる浅野家再興のこと、彼が志に反し急然として天下の同情を集むるところとなる。もしそれ浅野家再興のこと成就せんか、復讐の名目天下に立つるところなし。蔵之助甚だしく悩みて元禄15年の春を向こう。おおご一心から浅野家再興のこと将軍家へ取りなしてくれるようにとわざわざ使者までよこされてのお頼みじゃ。はっ、浅野家中の浪人らはその蔵之助を棟梁といただき吉良家屋敷へ討ち入る企てありと聞こえるではないか。はい、手前どもにまでさようなる取り沙汰が耳に入ります。わしがお願い申さば一も二もなく浅野再興は叶えてくだされ。くだされるだけにわしは今はたと迷うている。政権の教えに先祖の祭りを絶やさぬをもって行動の第一とするとあるが、なとよ口幅広き申し分ながら政権の教えも時には踏み越えねばならぬ時があると思う。まずおっしゃってご論じます。白石ご講義いたす日本歴史学のうちにてお心得なさるべき点だけはすでにあらまし申し上げておいたはずにござります。我らは当人ではない。政権の言葉を聞く前に
本の武士たることを忘れてはならぬと思うがいかな。よく仰せられた。全くさようにござります。何事もまず侍心第一、その上にて政権の教えに従うべきでありましょう。将軍家において浅野家最高のことを聞き届け下されたとなれば、もう敵討ちはならなくなるぞ。天下公論の上は敵討ちの名目が立たなくなるのだ。何事だ。お内子様、お里方、近衛様を使い今日ご気楽につきご挨拶に上がられましたが、将軍家ご内眼の儀だけはご承諾下されましたとご返事申し上げまして、よろしゅうござりまするか。このままにては。くどい。浅野のことには見とて少し考えがあるなじゃ。こちらがご当家のお殿様。とんと学問気違いのように聞いていたが、いや、ただのネズミ、いや、ただの殿様ではござらぬ。これ、兄様、せっかくのお頼みゆえ、ご当家ご奉公に間もない新参の私が、無理にお仕組みのお許しを願って差し上げましたなれど、今日は、諸家様お招きの大事のおのゆえ、くれぐれも粗相のないよう頼みますぞ。そう、心得ている。こちらか。そこだ。こっちは確か浅野の家に仕えた者であったの。ただいま庭先連れ立ったは何者じゃ。たっての願いに今日のおのおのお好きにお許し願いました。私の兄富の森助右衛門にござります。そっちの兄。赤穂浪人のそっちの兄がたっての好きにを望んだというのか。その助右衛門ってやらは今日のおのおの吉良幸助の参加いたすことを存じておるのか。では二百石を微禄というか。お使い番を務め諸家へ使いに立たせるほどの侍を浅野のお家では人数に入れんのか。そこは遠い。まず上がれ。杯を取らせよ。ご用にござりませずはどうかおいとまのほど。まあよい、話せ。
そちの望む隙に本所編の者の三回まではまだだいぶ時刻がある。それでも上がって杯をもらう気にはなれぬか。上がりますまい。お大名様方から窮屈にいただくご馳走酒は飲んでもあまりうまいものとも存じませぬ。おお、これはズバズバものが言えてとんと面白そうな男じゃ。上がりたくなければゆるゆる話していけ。助、キラと申すワルネズミか。いつまでも本所あたりの溝川にまごまごしていると思うはそちどもの誤り。このワルネズミ、いつ百里も遠い米沢というところへ逃げ出そうも知れんのじゃ。いや、では米沢十五万石、上杉綱則のご隠居様に化けて、式案検診以来養いきたった米沢侍に守られ、極楽隠居の身となる日も遠いことではないぞ。その時、牙を噛んで米沢城を睨んだとてもはや時が遅いのだ。ここはあなた様の御殿打ち。何なりと好き放題なことをおっしゃっているがよろしゅうございましょう。なるほど。これでは山科にいる大石とやらも世話の焼けることであろう。腹の中では何とでも言え、今に見ろと思っているであろうが、わしの目から見ると不憫やさすがの大石も大きな手落ちを一ついたしておる。大石は大石、我らは我らでござります。大石ともあろう者が昨年より急に変わって見える。この放蕩はただごとではならぬと思う。なるかならぬかは存じませんが、やっていることだけは真実でござります。ならば蔵之助が返信いたせよ。そちどもまで忠義を捨てるのか。お大名様方はご存じござりますまいが、勝手道具に桶と申す者がござります。玉があればこそ桶、その一本の玉が切れれば皆バラバラ、一枚の板切れに水を汲めとおっしゃってもそりゃ無理と申すものでございましょう。スケーム、もしそちたちの間に深い目論見事などあらば、それはそちたちだけの目論みと思っては間違いであろう。そちたちが志を遂げるというのは、同時にまた天下幾十万の武士がその心を遂げることになるのだ。わしはその邪魔をしとうない。また邪魔しては侍としてのわしの道が立たぬ。己の侍心を持って人の侍心を立ててやるのが武士相見互いの情けというもの。お暇人はいろいろお暇なお考えもなされましょう。助右衛門、わしは一位の戯れ心からそちに尋ねているのではないぞ。元禄の四十五年、侍心地に落ちた今、わしはそちたちに頭を下げて頼んだ。その企てありと聞きたいのだ。言うまいと覚悟しているそちの心底を立って聞こうというのはこちらの身と思うであろう。助右衛門、わしを見よ、わしの目を見よ。わしはあっぱれ我が国の義士としてそちたちを信じたいのだ。恐れながら、それなれば一言受けたまわりましょう。ご当代将軍家におかせられては生来ご歳儀のお心深く、諸家諸教の評判行きを喜び賜ざるよし、聞き及びおります。天内以来二十何かしらの潰れ大名のうち、女道楽や遊女三昧に家名を尽くした大名は一件もなく、皆世上評判良き家にのみ限っております。去年三月、手前主人匠の神御城内において人情の折、あなた様にもご登場をあらせられたるはずにて、その折の片手落ちなる公儀ご処分をご存じないとは申されますまい。手前主人は即日切腹、
それを断絶、恩相手吉良殿には何のお構いもない。それを見て見ぬふりを遊ばしましたのは、御政治向きに立ち入り、殿下に対し野心なりと公方様のご邪推をお受け遊ばすのをお避けなさるためと申し上げましたならば。重ね重ねの顔も。待て待て、助右衛門、聞こう。いえ、その後追いに。その折、家康公四代の御孫に渡らせられるあなた様より、ただ一言の御口添え賜らば、手前一心長則は、よもや無駄とあのような死に方はいたしますまい。それを、それを、今さら、我々朝の家臣の者どもに武士の武士道のとお責めなさるのは、お大名方の勝手根性、ありがたすぎて迷惑に存じます。なるほど、そのはずなことじゃ。助、そのことを思うとお前、仮にも大事の企てあるものが、問われたところで断るものではないのだ。またわしとてそちの言葉通り、尋ねられる義理ではなかった。それにしても困るのは、京都この絵関白家よりの頼みだ。蔵之助を召し抱えられたきご一心より、浅野家最高のことわしより将軍家へ願い出るよう、今日も厳しいご催促なのだ。助、大学最高ははじめ大石蔵之助より主役人の間まで願い出てあるのだ。もしめでたく願いが叶えば、そちがいかに思い詰めればとて、もはやきらけ敵討ちはならぬことになるのだぞ。公民に対して浅野家最高のこと願い出しておきながら、その片手に敵討ちするとは、裏天下大義の上より決してならぬことだぞ。では殿様には浅野家最高の義を。明日は久方ぶりに登場して直々将軍家へ願い出てみるつもりだ。恐れながら殿様、恐れながら殿、殿、
め一味同士の者と思われ身体に迷わせる気か。お見逃し、お見逃しくださらずは不幸言いながら、あなたは何誰からの容赦をうろたえた助右衛門、高助之助の手足を切って命を奪うのみがそちたちの願っている復讐なのか。何吉良の生き首を戦国寺の墓前に捧げさえすれば匠の神の鬱憤はそれで晴れると思うのか。なぜなぜなぜ己たとえ吉良上野介を討ち損なっても自ら帰り見て山路とも口惜しとも思わぬほどの敵討ちをしようとは企てないのだ。めてに浅抜け最高願い出ながらその左の手にて上野介を切らんとは、そは天下の大義をもてあそんで天下の功労を誤るという、わしが言葉が飲み込めるのか。さすがは蔵之助、時の拍子に願い出た浅野家最高にその心を痛めながら昨日島原今日祇園と苦い苦しい酒を飲んでいるのだ。蔵之助のこの寂しい心、悲しい心、そちたち不学者には察しられることではないのだ。たとえ吉良が寿命の上に畳の上で楽々と死んでも万次郎一同が死ぬと判断の限りを尽くして大義条理の上に過ちさえなくば、なにあんなごましお混じりの汚い白髪首など切ったところで何になる。まこと天下鬼人の復讐とは吉良の身に迫るまでに本分を尽くし死生をいたすことなのだ。それこそ真に立派なる復讐と言えるのだ。助右衛門、そちたちはこの道理を破ろうというのか。蔵之助ら一味同士を立派な鬼人として死なせぬつもりか。友森の弟者、
まりましたぞ。何よりのお知らせ、江戸表より大高近松の両名、我らが石上ことの大事の知らせをお持ち帰りました。ご家老様、御舎弟大学様のご婚姻ご処分は。待て、あれにて受けたまわろう。一別以来のご挨拶はご面を被ります。この度御舎弟大学様、去年3月ご大変以来のご閉門を解かれ、裁量3000石をお召し上げ、ご本家浅野様ご在所渋島へなおのお預けのお世話とされをお受けなされました。さようか。押し込めのご沙汰が大学様の、ご本家のご在所白島へ長野押し込めのご沙汰が下りました。さようか。蔵之助殿、これまでのご苦労の数々もこれにて。市場で蔵之助宝蘭の数々、おのおの方にもさぞや不拉致千万とも言語道断とも思われたことでありましょう。たとえ一時方便のためとはいえ、大学様をもってお家再興のことを公儀御役人にまで願い出ました。それがし一生の不覚、取り返しのつかぬ過ちでござりました。万が一に大学様をもって一二万石の諸大名にもお取り立て相なりなら、我らいかに焦り苦しめばとて、天が口論の上、平屋敷へ乱入して殿様ご最後のご鬱憤をお晴らし申すことかなわず、戦学時殿様ご御前において腹かっさばいてもお詫びのならぬ場合にござりました。苦しみました。本日まで苦しゅうござりました。蔵之助殿、今日となれば天が晴れて。吉良上野介殿、たとえ上杉15万石を後ろに切るとも何の恐るることはござりません。ご領主には直ちに江戸表へ取って返し、蔵之助早々疾風の旨、同志の方々へご披露下されましょう。
りは何事でありましょう。お里元とは申しながら心ない者どもにござります。裏若い女子どものことじゃ。春を迎える嬉しさに昨日のすす払いの祝い事が忘れられるのであろう。あらわはお殿様にお使い申しておればよいの。これは和光生まれの鉄砲蔵屋敷に勤められた腰元衆だな。はい、この度お室待ってのお下りご苦労様に存じ上げます。粗様たちもご奉公ご苦労に存じます。して御前様にはその後お健やかに渡らせられますか。はい、定めしお喜び遊ばしましょう。五太夫殿、御前様にお取り次ぎくだされ。元赤尾一門、お国家老大石蔵之助殿、久々にて出府ゆえ、お目通り願ってご辞来にござる。お取り次ぎを。内合さん。はい。こなた、奥家老としてこのような裁量、ご一存になされて、よいのでござるか。わざわざ、お目通りを願い出たる者を、無下に断りもなりますまい。お取り次ぎ願いに。いや。なりません。内合さん、はい、改めて申し上げるまでもなく、去年3月匠の神様ご大変にてはお里元たるご当家様はもとより、ご本家広島松平秋の神様、御家とこ大勝戸田畝目の少佐もはじめ、ご親戚ご一党は一方ならぬご迷惑をお受けなされたなし、この子にもとうとうお役お取り上げになった旗本衆もあるのじゃ。ああ、これこれ、御前様へのお取り次ぎまかりならんぞ。この上浪人たちが神月那助様に牢絶を働くようなことがあっては、またまたご当家なども御前様の縁によってどのようなご不信を受けるとも限らぬのじゃ。お家最高の望みも絶えた今日、またぞろや年の暮れを見かけての東下りをいたされるとは、何とも合点のゆかぬこと。御前様お目通りを許した後、こういうりお家に何時がかかったら何となされてじゃ。祖様御前様好きとして先方お屋敷にもお住まいなされたゆえ、このお計らいでござろうが、お里方とはいえ三好浅野家大事のこの渋川にはお取り次ぎはできません。落合殿、蔵之助殿はいずれにおられる。はい、こちらに。御前様お目通りお許しにござります。戸田様、お待ちくださいませ。御前様お越しにござりまするぞ。ここにいては遠い地区を進みはる。お国表とところを隔てて久し多めにかかりません。もはや三年ぶりになりましょうか。お健やかにお変わらせ者、
申し上げたいところながら、何事も変わり果てたることばかり。ご心中のほどご推察申し上げます。そなたもご大変この方引き続いての辛労のせいか、どことの思いやつれがして見えます。蔵之助さ、まず杯を。雪の中を参られたゆえ、さ、まず。さようなれば遠慮なしに。出たお仇を取り魚にござります。これは痛いところに触れられましたが。でもこの頃の説教をかけてのご出府はただ一通りのご用とは考えられません。浪人しては侍ほど惨めなものはありません。どうやら次のなるものは数おるばかり、あとはお歯打ちからし、見る影もなくすり切って、祭祀眷属の路名すらつなぎかね、暴力せよの、言い訳せよの、何のかのと無心を申してまいります。一度はお家の家老と呼ばれ、殿様を口真似もいたしたものゆえ、知らぬ顔もならず、是非なく失敗いたしましたるところ、決起に流行る者が、この木を外さず、目指すところへ押し寄せよと、流行りきって騒ぎ立てます。これも考えれば、このまま闇闇勝家室よりは、せめては仇討ちなどいたして、世の人口にもかかろうという悲しい少年。蔵之助。女わらわの差し出るところではないが、世間の噂では光助様には来春雪解けの頃を待って、ご本家上杉様のお国元米沢の御城内に移ってご隠居なさるということではないか。それは私も聞かぬことではありません。吉良家にてはとかく我ら浪人を叔父恐れて、さまざまと魂胆を巡らしていることと存じられます。ご家老には光助殿、熱の寒雲をご隠居させるおつもりでござりまするか。蔵之助殿、では十五万石のご城内へ逃げ込まれたら何となさります。今ならばただ、吉良屋敷へ討ち入りさえすれば。蔵之助殿。とは行きませぬ。なかなか世間というものは、そう一本やりには参りませぬ。それではご了見が違いませぬか。武士たる道に背きはいたしませぬか。小助之助殿はご老年のこと、今日にも万一のことがないとも限りはいたしませぬ。江戸在住の者にも、堀部屋兵75歳、狭間騎兵68歳などと、明日をも知れぬ老人の者もおりまする。それまで案じていては。天変更に任せてあれこれと言いくるめ、まこと心がしある者の決心を鈍らせる口を。それどうだ、何を言いや。いえ、もはや我慢がさします。ならぬ、たとえいかようにあっても、蔵之助はもっとお家の状態、言うも恥ずかしい恥辱を与えてくださるの。蔵之助。はただ
様となってお愛しいの琴乃様じゃ。ただ一旦の短期よりその家その身を滅ぼした上残る家中の面々まで浮世三階の苦労をさせる匠の神殿は後先思わぬつけ者と、いよいよ末代まで世間の口の歯にかかって笑われ者になります。それははばかりながらご切腹の見切りかねて知らせたくは存じながらその意図がなく定めて今日のことを聞かば不審にも存ずるであろう。その言葉を受けたまわって、おお、これは誰よりも国表の蔵之助一人わざと伝えなされた大事なご一言と今もって深く心に刻みつけております。その家にも身にも代え難きほどのご無念をも晴らすときなく史上下々の口の歯にかかり粗骨者よ短慮者よ世の笑い草にならせられるのがお身のご不徳とは申しながらおいとしうてなります。これは思わぬ愚痴になりました。これにて別れを告げましょう。御前様、お願いがござります。今日はご命日、おいとまごいに御殿様御霊前へご焼香をお許しくださりまするように。せっかくながらその儀はなりません。わらわが中途で遮るのではない。殿様にも定めしそなたの栄光をお喜びなさるまいと思うのせ。戸田殿、これは蔵之助が浪人暮らしの退屈忍びに連ねましたる拙き腰折れ歌にござりまする。御前様御つれづれのお慰みにもご一覧願われますればかたじけなく存じます。戸田殿、さらば。お休みでござりまするか。御前様。誰じゃ。戸田でござりまする。お休みのところ驚かしまいらせ申し訳ございませんが、いかにしてもお耳に入れた義理がござりまして。おう、わらわも実はそなたを呼びたくて明け方を待ちかねていたところじゃ。
お休みにならなかったのでござりまするか。未練なものと笑うてくださるな。昨日蔵之助の様子、何としても合点がゆかず、夕べよりまどろむ気にさえならず思案に暮れておりました。あのように拉致もないことを申して我らを悲しませるため、わざわざご命日をかけて参ったものとは思われません。蔵之助はそのような男であるはずがない。さ、そのことでござりまする。蔵之助様お別れの際に、御前様お連れ連れにお見せしてくれと渡されましたるこの複雑包み、下手なご知られじゃと申されましたが、私も気にかかり、よもすなら考え尽くしておりましたなれと。早速に開けてくださらぬか。小判。これは、和光以来蔵之助殿のお預かり中なりし、御前様お何時の受け払い帳にござります。蔵之助殿以下旧御家中の方々がいろいろのおまかないに供されたる様子にござります。戸田の局様、何事じゃ。何事じゃ。はい、ただいま大表より先ほど異様のいでたちをいたしたる者、雪の子もどんどん叩いて、これなる書状を油紙に包み投げ入れ、名も告げずに立ち去りましたるよし、申し出られましてござります。異様の者、これは悪を救護家来吉田忠左衛門殿の者。何、忠左衛門が。早く読んでくださる。昨夜虎ノ城国本所一人の橋吉良少将お屋敷で大石蔵之助を頭にいただき、旧家中四十七名の者さ、蔵之助を頭四十七名の者、かねて手はずのごとく一組は蔵之助を頭に表門より、今一組は大石力を頭として裏門より乱入。出会い申す者は打ち捨て申し候、光助之助殿御根間と見え申し候ところまで、打ち入り見申し候ところ、はやはやお立ち去りの手にて酔いなど引き散らし、刀はそのままこれあり候間、方々と探し候来どもお見えなされず候ゆえ、候を打ち入り尋ね候来どもお見えくれなく、お見えくれなくもらったぞ。見たきにお呼び家内を訪ね申し候ところ、根間の奥物置のようなるところに人越え、これは根間の奥物置のようなるところに人越え、これあるように心づき、竹林忠七狭間十次郎槍の石突きにて戸を打ち破り連れいたし、打ち止め申し候御仁は年頃人品とも光助之助殿と存ぜられ候につき、ならば去年こっとの様ご無念の立ちつきの手傷はと調べ申せしところ、おお、まさしく背中六寸ほどの手傷あり。確かに確かに光助之助様にそう。
ただいま。門敵吉良上野介殿、これまでお供いたしましてござります。去年3月14日御城内松の廊下において吉良上野介殿に対しご無念の次第、お家代々のご幸運を受け生を養い参りましたる我ら、いかにしても目視がたく一同存量を定め、それより今日の死の来るのを待つこと、一日三秋の思いと申すべきものか。雨に立ち雪に立たずに人に疎まれ世に寂せられ、貧しきはその死の者にも事を借り、少年有望の者どもは決起に流行りで、ただひたすらに討ち入りの死を急ぎ、また老人病衰の者どもおめおめと寿命のために死なんことを恥恐れ、事の成就不成就よりはまず己の身を忠義のために一日も早く殺さん者と焦り流行り申し候をば揚々に抑えとどめて、昨夜半本城一位の橋通り吉良を屋敷へ推参、格はお供いたしましてござります。ご宿儀の次第もわしそうらば、ご分をお話しくださりまするよ。一同四十七人の者になりかわり、謹んで申し上げます。御前へのお参りも済みました。御両人にて昨夜よりただいままでの次第を高滅家千石ほうきの神様お役宅まで訴え出てください。切腹の席を離れとうございません。この上我らに残されたる者は御墓前において腹切る一時のみ、助へ同志の一人としてその切腹の数より漏れとうはございません。天の明賀にかない各めでとう本懐を達した上はそう死に急ぐにも当たるまい。この場に及んで何とおせられますのか。我ら今日までの苦労は赤穂武士の名を汚さぬような天下の義にかなった立
パナーダ打ちを遂げたい一時でありました。今心流行るままにこの場で腹切るは安い。忠義のためとはいえ公儀の掟を破った我らは罪、公儀を恐れご大法を重んじ正しき国民の一人として国法に従わなければなりません。自ままの働きなど慎んで、ただ静かに公儀のご沙汰を待つのが今の我らの取るべき道かと存じます。それでこそ武士の誠が貫けるものと思うがいかがあろうか。ご家老、恩滅教役宅へ訴状の日、武家へ喜んで。その役は伝右衛門には務まりません。余人へ余人へお言いつけくださりませ。愛宕神社へ月参りまでいたして義士たちの除名を願った措置に本日の沙汰の伝えられんのも無理もないと申して、明日にもご上司が下られ、突然のことに彼らを動転さすも不憫。申し上げます。ただいま浅野様ご一門、赤坂三好様御内、ご匠の神長典様ご内室、養善院様お使いの方が見えられ、当お屋敷お預かり中の元家来大石蔵之助以下に使わした清をもってこれなる花を持参なされました。いかが取り計らいましょう。長典公夫人より義士たちへ花の贈り物。はい、養善院殿には今日公儀ご処分を聞かせられたと見える。衆従今生の別れを心に込めて送り来られたものであろう。さすがは女将、心憎くも優しき心ばえじゃ。そうじゃ伝右衛門、早速この花を蔵之助たちに届けて使わせ、罪を待つ身に花を贈られれば己に迫った運命をそれと察するであろう。そうせ、そうせ、そうしてやれ。
前主人御内室養善院様より下され者にござりまするか。これはこれは見事な大輪じゃ。そのことに仏花を賜りましたな。これにて我らへのお裁きを察せよとのご当家お殿様のお心入れにござりましょう。さて堀内氏、今宵は長々ご厄介のお別れに一同の芸尽くしをご覧に入れましょう。それは時にとって何よりの至宝。おい世代も本席第一の巧妙手柄をつかまつろ。面白し赤羽源蔵一世時代をお目にかける。いや拙者の小唄が第一の呼び物じゃ。あまり騒いで上沼の年寄り様に叱られはするか。何の浮世のアホじまい。この世の叱られ納めじゃ。したくじゃしたくじゃ。せいか。ありがたきおぼしめしに対しこの場よりこの世のお別れの、いやお花のお礼をつかまつりましょう。なさらぬという方があろうか。そうだ。宗右衛門様、宗右衛門様。おお、まいにそうろ。ランプランプ。おお、この軍の戦今もはや。その軍の戦今もはや。演武に変える生き死にの。海をも一度に振動して船よりは時の声都合にはのみの盾月にしらむは剣の光後ろに映るは兜の星の影
蔵之助さん。ただいま17人総代として今日まで5年ごろなるおもてなしに対しお城署員までお礼にまかり出ました。それは実は売り入ってお頼みの筋がござりまする。ではお茶など一つ賜りましょう。さあどうか。これそこなもんお茶の用意。もはや何事も拉致飽きそうにて、祖様もいよいよお役のがれにござりまする。長々一方ならぬご本心のほど。家中一同言葉もござりません。手前にござります。恐れ入りました。折り入ってお頼み申したき断りと申したは、このせがれめについてでござります。お身内の衆にござりまするか。さようではござりませぬが、この者の父と私とは七つ八つよりの竹馬の友にござります。ただいま浪人いたし、世になし者同様貧しく暮らしておりまするが、落ちぶれましても侍名が、せめてせがれだけは人がまし、たとえ一日半日でもおのおの様方のおそばへ置き、侍の道、武士の道、そのご要望にあやからせたき親心、その子を思う心のいじらしく、後のお咎めなどをもう間もなく拙者せがれ分に作ろうて、今日一日のおそば御用を務めさせたらお願い申し上げるのでござります。このと三味線などおたしなみなされまするか。そなたの指の糸道、小指のタコにも。小勤めのお稽古にご乱舞など少しく習いました。堀内殿、せっかくの心入れながら、これはお見合わせある方がしかるべく存じます。何故の作り事かその内証は存じませぬが、ちょっと戯れが過ぎましょう。お待ちください。おなごでござる。おなごでござる。おめえは寝通りおなごでござります。が、彼がおなごの身としてあられもない。男姿に身をやつし、小姓勤めを願いまするは、自身見捨てがたき義理づくめ、死ぬところなき早いなのでござります。女にようなき武士道だて、誰か一人、分けて近寄りたいものがあるのではありませんか。はい。お叱りは申さぬ。申しておみやれ。誰じゃ。誰じゃ。磯貝十郎左衛門様でございます。お話しなされてくださいませ。いつももうこれが聞き納めじゃの。ぬいすももうこれが聞き納めじゃと申したのじゃ。ぬいすが泣いておりましたか。十郎座、それほど心にかかる人のことなら一度踏みを使わしたらどうじゃ。いくら悔やんでもあの世からの踏みのやり取りはかなわぬぞよ。私一人そのような
敵を偽って近づくための方便に使った女のことなど本望達した根治何とも思っておりません。たとえ方便にもせよ祝言の約束までした女の心も思ってやれ。助様、死人祝いに臨んでまでのお下げするやをお許し願います。若いに似合うの固いことを言うやつやの。7月の頃、おもしれでございました。十郎座殿には吉良家お屋敷ご探索の任務をお引き受けなされ、いろいろ極心最中であったことを後にして承知いたしました。その頃、彼は吉良屋敷の内証を取り調べ中にて、一人水舞にては人目に立つゆえ、心ならずも延辺を求めいると、京都それが仕方までにも書面がござりました。十郎座殿の申し状に、拙者も侍となる上は、乗り馬の一匹もしかせ、槍の一筋も立てる身になりとうござる。そこもとにご依存なくば、ぜひ婿入りしたいと心底を表へ表して、これの父木之進への頼みでござったという、もとより惚れに惚れた無類の婿殿、なんで依存がござりましょう。かわいい娘に自慢の婿殿、長々の進級の中にも手を触れなかったまさかの時の肌付き金が100両、鎧を売った金が100両、合わせて200両にて娘の衣類浄土を作り、両国一番の屋形船川一丸を一日借り切り、婿金玄山の見合いと申し、もう世間も驚くような大盤振る舞いをいたしました。ところが約定の当日となりましても、十郎座殿より何の音沙汰もなく、人をもってお住まいに伺わせたるところ、もぬけの殻にてご当人の行方さえ知れません。武兵一徹の木之進とて、信じきったる者に裏切られた彼の胸、彼の憤怒、申すようもなきありさまでござりました。光るに旧統十四日、本庄吉良邸にて悪行義士がこれこれの働き、その中に磯貝殿の名を読み売りに出た瓦版で見ますとな、十郎座は身の婿じゃ、我が婿じゃ、我が婿じゃと泣いては叫んでは泣き、お頭様、子としてその父の姿を見るに忍びず、お出入りの叶わぬお屋敷に身をやつしてまいりました。一目十郎座様に一目お忘れがいます。して十郎座に会おうと言われるは、世間の評判に共に酔うたのではありませぬか。近頃我らを義士の義心のと、天が比類なき摂義の侍のように申す者もあると聞きました。一旦の乙女心より、今となっては恨みも忘れ、憎み心が裏返って、懐かしい思われることがあるかもしれぬが、それは一時の浮気心というものじゃ。他に考えても、十郎座はこなたたち親子を売り、後足にて砂かけたる憎いわろじゃ。憎まば一年、後々まで憎ましゃるのが本来じゃ。それはあまりに、女の心を知らぬ、人の心をご存じなき無垢お言葉かと存じまする。今の私にはただ一つ、女としても人としても知っておきたい知事があるのでござります。十郎座様のご恩師が知りとう存じます。お頭様、
のためばかりに使われ、本心十郎座様に嫌われていたのでござりましょうか。それとも心ならずも大門のため私をお厭いなされたか、それが知りたい。そのご本心が心底存じます。お美濃ども、蔵之助、改めてお頼みがある。我ら一味四十六人のため、申すも気の毒ながら、生き贄になってはくだされませぬか。十郎座とて覚悟ある侍、いかようなる場合にもうろたえるとは思いません。まあ、何分にも年が若い。今こなたに出ようて、その言葉など聞いたら、あるいは心中動揺して、最後の大事の場合、不覚を取るまいものでもない。人間義によって思い立つということはさまで難しゅうはござりませぬが、その思い立った諸一念を貫くということが、日頃思うてみるよりは難しいものでござります。この後に臨んで、彼の若い心を動かしとはござらぬ。またこなたとて、まだ裏若い出世前のお身じゃ。十郎座を憎んで過ごさば、こなたの一生に傷はつきません。去年十二月、祝言の死に欺かれたその時の恨み、その時の憎みを持ち続けて、十郎左衛門は墓の下まで嘘つき者と恨んでくだされ、憎み通してくだされませんか。それでは物の不能なのみが大事、十郎座様最後の覚悟のみが大事にて、女の体は一代の恥を受けました上に、いとわれし者か、心の底に愛しがられたかも知らずに、一生苦しい疑いの中にこの世を送らねばなりませぬか。堀内殿、天栄殿、堀内殿。このとおためだの底にあったか。一切は後で申す。何かご用。お美濃殿、お頼みは聞き入れられませぬぞ。十郎座がこなたたち親子を欺いたは悪い。時に人間は偽らねばならぬ場合もある。こなたとて出入りのならぬ細川家、あられもない男姿して表座敷まで通られるは、時にとってこなたのためにはやむを得ざる偽りでござろう。亡き昔に返すが、こなたのためなり十郎座のため、今日はこれでお帰りください。お頭様、では方便のためにはいかに人を苦しめても差し支えないとおせられまするか。お頭さん、お恨みに存じます。一旦向いてはよ、その最後に誠に帰る。偽りは偽りにも終わりますまい。男姿に一目をくらます、ただいまの美濃の偽りは、十郎座様に一目お目にかかれば、必ず誠に返してお目にかけます。十郎座様方便の偽りも、お美濃は必ず誠に返してお目にかけます。十郎座の偽りを誠に返す。どうか、どうか十郎座様に。お城よりお調子が下りました。お付けご用意願います。伝右衛門殿、ご苦労ながら十郎座をこれ。かしこまりました。
十郎太様。乙女田木之進殿の息女、お美濃殿という方を存じておる。存じません。一向に存じません。十郎太様。ただいま五分間より当屋敷へお上司が下られました。そのことではない。お美濃殿の身の上を尋ねているのじゃ。存じません。ご家老さん、皆もお待ち申しております。かようなことにお関わりなく、ご最後の時から存じます。ごめん。待て十郎だ。ご家老さん、ほとんどお上司。それがうろたえるというものじゃ。十郎だ、お主の懐中の花が見え、それを出せ。その中に紫のふくさに包み、音の爪が一つ大事そうに収められているはず。その爪の金巻への弔問が見たい。出しておみしゃれ十郎さん。はじめ上の間にいたお主を機嫌に合わぬとて下の間へ下げた、そのもとは音の爪ではこの世の情けの恋しい年頃、琴の爪一つ懐中したとて、蔵之助さらさら責める気は持たず、お互いに物前の大事な身じゃ。形見として見べき琴の爪を、その爪の持ち主を、見たしはいたしなどという心をこらば、せっかくの朱一年が無になりはせぬかと、お主のためを思う老婆親切であったのじゃ。出しゃれ、その爪見たい。お頭様、もう許しなされてくださりませ。十郎太様のお肌身にあのことの爪、今の今までお持ちくだされたということだけで、お身は嬉しゅうございます。その上の尋ねはもはやご無用に存じます。聞くなというか、言うなというのか、聞かずに通してくれるか、言わずに通してくれるか、それはわしより頼むことじゃ。十郎太様。ご神父、木田神殿にも、十郎座は婿に相違ござらぬ。婿でござると申し上げてください。はい。お美濃殿。さらば。佐野匠の亀井、直使ご実相の御用仰せつけられおき候ところ、時節柄殿中もはばからず、不届きの仕方につき、お仕置き仰せつけられ、吉良上野の助義はお構いなく差し置かれ候ところ、主人の敵を奉じ候と申し立て、匠の亀井家来、16人徒党いたし、上野の助宅へ押し込み、飛び道具など持参いたし、上野の助を打ち候します。抗議を恐れず候断、重々不届きに候。
これによって切腹申し作るものなり。かようなる重荷に処せられ、残罪縛り首などのお仕置きを受けましても、しかるべく存じまするところに、すべよく切腹仰せつけられましたること、この旦那、まことにありがたく存じ奉りまする。役事を離れ、自分一存で話を。吉良上野の助せがれ、左兵衛の助殿は、領地お召し上げ、家名断絶。その身は信州諏訪秋の神へ、実居お預けのことと相なった。余事ながら申し添えておく。綱とし総領内記よそながらおのおの様方に主人こと主樹心を砕かれました甲斐もなく今日のお始末は残戒やる方もの思われます。ことここに及びましてはもはや千泣きしたい有志義士のご本分心静かにしたくあられますよ。主人言いつけのままお伝えいたします。一度受けたまわったか。九郎以来今日までお手厚きを取り扱いひたすらご恩のほど恐れ入っておりまする。前提吉名にお取り次ぎ願い上げまする。一同様に
当家よりお引き出物にござります。ゆるゆるお支度願わしゅうござります。何から何まで、お礼は言葉に尽くされません。美濃殿、何故の兵を参った。先ほども申し上げました。一旦の方便に作るし偽りを、その最後に誠に返すためでござる。なんと父がお憎しみを受けて追われました。お家に男姿の嘘を作りて水彩いたしましたの。最後は書くと誠を貫く覚悟ありていたしたことにございます。十郎さん、十郎さん、早まったことをした。実はの、土屋く村井源兵衛よりそれとなくそなたの今日の死体を殿様のお耳に入れたるところ、元より騎士ご指揮の殿様ゆえ磯貝殿の口をことごとくご感服あそばして、木の神へのお怒りも解け、乙女田の家を再興するよご帰参がかなったのじゃ。お医者を呼ぶぞ、気を引かと思って。いえいえ、おじさま、ありがとうございますが、それでは偽りが偽りのままに残ります。私の自害を聞きますれば、父も生きてはおられますが、乙女田の家を断絶してこそ初めて先ほどのお頭様のお頼み通り、四十六人の忠義のお方のため、私ども親子が喜んで生き贄に生贄になれるのでございます。乙女座の家は潰してくださいます、絶景になされてください。お見事だ。お心静かに細野跡より参りまするぞ。
くるるな。いや、お主行け。蔵之助は最後の一瞬時のその時まで一同四十六人の足取りを見届けねばならぬ役だ。堀内殿、どうやら皆見苦しき様なく死んでくれたようにござりまする。これで初一年が届きました。大石、大石蔵之助ごめんくだされましょう。